私たちが初めて会った頃のこと、あなたがまだ早稲田の学生さんで、私が流水亭の女中で、私が酔っ払った時あなた口移しでお水飲ませてくれたわね。私あなたと一緒ならどんなことでもするつもり。でももういいの。俺だってお前がどんなに好きか知らないよ。だけどこんな生活をしてたんじゃ今に二人ともダメになってしまう。そんな勝手なことできません。だから話によっちゃお前さんの後始末俺がつけてやってもいいと思ってるんだ。後始末？お前さんの体を自由にしてあげようって話だよ。そんな誤解は困るぜ。俺はな飛車角って男にぞっこん惚れ込んじまってね。